い、皆さんこんにちは。今日の献血なんてどうは関東を飛び出して新潟にやってまいりました。ちょっとですね、あいにくの天気ですね。今日朝新幹線で関東から来たんですけれど、やっぱりどうでしょうね、体感で3度ぐらいは低いかもしれませんが、まだまだ上着着込むほど寒くはないということで、僕はちょっと寒いぐらいが好きなので気持ちいい気温です。今日の献血ルームは新潟のバンダイゆとりろっていうルームなんですが、ここですね、もうどうかな、15年かもっと前でしょうかね、開所してすぐに、当時は動画がなかったので自分のサイトで写真で紹介をするために来たことがあるんです。ものすごいいいルームだったという記憶がもう当時から本当に強く残っているので、今日は動画を撮影させてもらおうということでやってまいりました。 JR の新潟駅からですとどうだろう、10分ちょっとですかね、歩くことになりますが、今ここは新潟バスセンターっていうところにいます。ここからですと徒歩2分ぐらいで着いちゃいますので、今日はこのバスセンターの場所から献血ルームまでご案内しようと思います。今午前11時前ぐらい、新潟に着いて1時間半くらい経ちましたが、すでにもうこの後ろにあるお店でですね、新潟名物イタリアンもいただきまして、すっかり献血する準備は万端です。十数年ぶりのルーム、本当に楽しみですね。では行ってみます。
今回も無事に献血が終了いたしました。待合室が広くて座席もたくさんあってベッド数も20床ということで、まあ、かなりの規模ですよね。このルームが開所した十数年前はですね、まだこの規模のルームって全国的にもあんまりなかったんですよ。今でこそ20床近くあるルームって全国にできていますけれど、ここに来た時はもう本当にベッドが多くて当時すごくびっくりした記憶があります。アクセス自体もバスセンターから本当に徒歩2分ぐらい、 JR の新潟駅から歩いても多分10分ちょっとだと思いますので、すごく来やすい場所です。おそらくあの専用の駐車場もビルの地下にあると思いますから、お車で来てもいいんじゃないでしょうか。あとオープニングでもちょっとご覧いただきましたけれど、新潟グルメがたくさんあってですね、僕も今回本当に堪能しました。こういうあのグルメを楽しみに新潟に来て、ついでにちょっと献血をするということもすごくおすすめです。今回の動画を気に入っていただけましたら、ぜひいいねを、他のルームも見てみたいなという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。アクセスが良くて広くてゆっくりとくつろげるバンダイゆとりろ、皆さんもこのルームで献血なんてどう？